どうもこんにちは、僕はですねクーラーボックスっていうものに対してちょっとした持論がありまして、どんな持論かって言いますとですね、アウトドアメーカーっていうものと釣り具メーカーっていうものがあったとしたら、釣り具メーカーっていうものの方がクーラーボックスとしての性能が上なんじゃないかというね持論があったりします。実際ねどっちが優れてるかっていうのはまあものによって違うとは思うんですけれども、今回はですねクーラーボックスを3つ、いろんなところからですねお借りしてきまして、この持論が正しいのかどうかっていうのを検証してみたいなと思います。ちょっとした実験の回なんですけども、なかなかこういったね比較っていうのはできないと思いますので、ぜひですね見ていただければなと思います。釣り具メーカーの方が強いと思うんだけどな。今回ね実験に使用するクーラーボックスですが、まずはねシマノからピクセルというシリーズ、ウルトラプレミアムって書いてありますが、まあ、釣り具メーカーでシマノっていうのはねかなり有名どころだと思いますが、その中でもねかなりいい部類のクーラーボックスらしいです。で、これのねクーラーボックスの特徴としては、開け口が両方です。両方から開けることができます。これが多分一番の特徴で、やっぱりね釣り具なのでこういう風に上に座るっていうことを想定して作られてます。なので、頑丈さはね多分ピカイチなんだと思います。さあ続いてはですねこちらのクーラーボックス、コールマンのクーラーボックスになるんですけれども、キャンプ系の人がですねよく使っているようなこういったステンレス製のクーラーボックスとなってます。こうくるっとね180度1回転させることによって開け閉めが可能になってます。で持ち手はこの横についてる形になっています。見た目はね僕これ大好きなんで、キャンプをする人はですね、まあ、この見た目が好きな人が結構多いんじゃないかなと思います。さあそして3つ目がですねこちらのクーラーボックス、こちらはですね開け口が独特になってまして、ここがねストッパーになってます。これがゴムなんですけども、こうグイッと伸ばしてはめ込むという感じになってます。よいしょ、開け口はこんな感じ。ただねこれねちょっと欠点はね重たいです。クーラーボックス自体が重たいで、容量も大きいので、こういった車輪がついてまして、まあ、こういう風にね持ち運ぶようになるんですけども、これはですね、ちょっと借りた方には申し訳ないんですけども、車の中からね下ろすのも大変だし乗せるのも大変だっていう感じで、もうちょっとちっちゃいの買えばよかったのになと思ったりするんですけども、まあ、この大きさが良かったんでしょうねきっと。さあそういうことでですね、今回はこの3つのクーラーボックスから、どれが一番ね性能がいいのか、氷とかが長持ちするのかっていうのをですね実験してみたいと思います。はい、それではですね実験をしてみたいと思います。まずねシマノのクーラーボックス、シマノのクーラーボックスにはですね氷が4つ、だいたい半分ぐらいの容量が入ってます。でこちらのコールマンですが、コールマンにはですね、氷が6個、こちらもですねだいたい半分ぐらいの容量になるように氷を入れてます。さあそしてでかいんですがイエティはですね、なんか2、4、6、8個、1、2、3、4、5、6、7、8と8個ですね。これもだいたい容量半分ぐらいで入れてます。さあただいまの時間はですね9月13日14時50分この状態でですねとりあえず朝まで置いてみようと思います。今からなのでだいたい17時間ぐらいですかね、17時間ぐらい置いてみてどれぐらい氷が溶けてるのかその辺を見ていきたいなと思います。まあ、17時間ぐらいでクーラーボックスの半分ぐらい氷が入っている状態で、なおかつこれからね開けません、開けないので、まあ持ってると思うんですけどね全部。さあとりあえずですね17時間後に期待したいなと思います。はい、時間が過ぎまして、ただいまの時刻はですね9月14日の、9時37分。それではまずこちらを見てみましょう。あーちょっと水になっていってるかな。
水になっていってるけど、この中の気温は5度以下。12時間以上経過してますからね。それでこんな感じです。で、車の中に入れてます。車の中に入れてるので、今はね、ちょっと涼しいんですけども、昨日はね、日差しが強かったです。なので、やっぱりそれなりのね、熱が加わってるという感じでしょうね。さあ、こちら。こちらも、でもちょっと溶け出したりかな。ちょっとやっぱり溶け出してはいますね。でこちらの温度は、やっぱり5度以下ですね。5度以下でキープされているようです。さあこちらを一応閉めておきましょう。で、今度はねイエティです。イエティはどうだろうな。こっちも溶けてるけどこっちの方が溶けが早いな。氷の上にね置いてるんでどうしても温度は他のやつよりかは低いですけども、ただ溶けてる量がこっちの方が多いかな。とりあえずね20時間ぐらい経過してます。かなり時間が経過してますが、溶けてる部分もあるんですが、氷は生きてるので、今度はですねこれまた夕方までほっといてみましょう。今日は曇ってますんで、まあ全然問題ないと思いますが、とりあえずね、時間の経過を待とうと思います。はい、ただいまですね、時刻は夕方5時26分。それでは、まずまた島野から見てみましょう。温度は変わらずですかね。ただやっぱりですね、氷が徐々に溶け出しているのがわかります。さあ、続いてコールマンですけども、氷がね、氷がさらに溶け出しています。氷の横にあったんでですね、温度はだいぶ低くなってます。まあでも全然ですよね。全然大丈夫です、まだ。そして続いてイエティですが、こっちの方がやっぱり氷が溶けてるかな。これも氷の上だったんで、温度はだいぶ低くなってます。でもまだまだいけそうですね。これがですね真夏の車内の車だとまた全然違うんだと思うんですけども、今のところはですねこの3つのクーラーボックスまだまだいけそうです。丸1日以上経ってますが問題ないということなので、2日目も多分同じぐらいじゃないかなと思うんですよね。これをですね今度は明日の夕方、翌日の夕方にですねどれぐらい氷が溶けてるか、試してみたいなと思います。はい、時間はですね翌日の昼の3時ぐらいになりました。さあちょっと開けてみてみましょう。おー、だいぶ溶けてきてる。あ、でもこっちは大丈夫かな。この2段目の氷はまだ全然生きてますね。温度は7度8度ぐらい。ちょっとこっち側置いておきましょうか。かなりタプタプしてきてます。でもねまだ生きてますね。全然すごい。さあ続いてこちらですが、こっちも生きてはいるけどだんだん厳しくなってますね。温度もさすがに上がってきてます。本体もね、だいぶ暖かくなってますね。これは、こっちも結構あれかな、溶けてるかな。ただ、温度はキープしてくれてます。まだ大丈夫そうですね。
こうして見た感じだとですね、まだシマノがやっぱり一番氷が残ってる印象があります。それではですね、これからまたさらに丸1日空けて様子を見ようと思います。はい、それでは時間が経ちまして、今ですね、お昼の1時ぐらい。もう、ここ始めたけど、2段目からは全然大丈夫ですね。2段目からはまだ生きてる。わぁ、ただ、水がもう破れて。氷もまだ全然残ってますね。温度もクーラーボックスとして全然優秀な温度です。さあ、今度はこちらですが、まだ生きてはいますけどね。生きてはいるけど結構怪しくなってきた。だいぶ怪しいですね。温度は、こちらの方がやっぱり高いかな。こちらの方が温度が高いですね。氷もね、ちょっとあと1日は持たないんじゃないかなという感じです。さあ、そしてこちらですけども、こちらがね、一番思うのが、本体がね、一番熱を持ってるのはこれだと思います。触った感じ、これが一番高いですね。さあ、どうだ。これね、今ね、氷に埋まってたんで温度がだいぶ低くなってますが、ちょっとこれもやばいのかな。そんな感じです。このね、クーラーボックス本体の厚さなんですけれども、これがね、やっぱり一番厚さには強いのかな。なんか触った感じが一番温度が低い感じがします。まあ、色が白っていうのもあると思うんですけども、一番熱くなってるのがこちらです。まあ、これも素材の問題だったりするんでしょうね。これが一番あったかい。で、こちらも、ステンレスなので、どうしてもその熱を吸収しやすいところはもしかしたらあるのかもしれません。本体が一番熱くなってて、次に2番目にこれが熱くなってる。で、一番本体が熱くなってないのがこれかな。さあ、これでね、あと丸一日持つかどうか非常に怪しいんですけれども、またさらに翌日ですね、クーラーボックスがどんな状態になってるか見てみたいなと思います。しかしこれ時間がめちゃめちゃかかる実験になりましたね。こんなに時間かかると思わなかった。さあ、それではまた明日見てみましょう。はい、それではですね、いい加減最後にしたい撮影なんですが、翌日のですね、夕方4時ぐらいです。さあ、どうだろう。一番上の氷はダメですね。で、この辺はまだ残ってるので、真ん中の氷なんていうのは溶け出してますけど、これだけ厚みが残ってます。これもまだ残ってる。で、クーラーボックスとしての、機能も十分果たしている温度です。で、今度こちらですね。こちらは、こちらもまだクーラーボックスとしての機能を果たしてますが、あ、ダメだ。果たしてるけど、氷が残ってるのこれだけです。この厚み。こっち側はもう完璧に溶けてます。そうか。ということで、こちらは脱落と言ってもいいんじゃないでしょうか。クーラーボックスを開けてないんでですね、まだクーラーボックスの役割果たしてましたが、あちらのものはですね、もうちょっと脱落と言ってもいいんじゃないかなと思います。さあ、そしてこちらはどうだろう。あ、でもこれもまだクーラーボックスとしての役割は一応果たしてますね。ただ、氷が、あ、これは氷残ってるね。これもちょっと厳しいな。これもちょっと厳しいですね。ちょっと残ってるんですけどね。これは
一個だけ、この氷だけはまだ生きてる状態です。さあ、そういうことでですね、クーラーボックスとしては、まずこれが1番、そしてこっちが2番かな。氷の量がこっちの方が多いんですけども、その分容量が大きいので、こっちの方には氷を多めに入れてます。ただ、こちらは完璧に氷がほぼ溶けてるので、まあ、順位で言ったら 1,2,3 というところじゃないでしょうか。ということで、これをね、明日の朝までまた待ってみます。次がね、もう本当に最後の撮影となると思うんですけれども、結果はね、まあだいたいわかるんですけども、やっぱりね、多分これが一番だと思うな。釣り具メーカーが多分一番強いという結果になりそうな気がするんですけども、明日の朝ですね、また結果を発表したいなと思います。さあ、それではですね、実験最終日の朝9時です。さあ、どうだろう。クーラーボックスとして全然大丈夫な温度ですね。で、氷もね、わかるでしょうか、まだこれが生き残っています。で、この真ん中にあったものはまだ形がわかるぐらい、これぐらい、わからない、これぐらいの氷が残ってます。これも残ってますね。で、この端っこはもう全然ダメです。ということで、シマノのクーラーボックスはこんな感じでした。さあ、続いてこちらのクーラーボックスですが、どうだろうな、多分これも大丈夫なのかな。温度がちょっとこっちの方が高いのかな。で、ただね、氷はこれはこんだけ残ってます。で、真ん中もこれだけ残ってる。で、これはダメ。これもダメ。これもダメです。これもダメですね。ということで、クーラーボックスとしてのね、効果はあるんですけども、氷が生き残ってませんね。で、こちらのクーラーボックスはこんな感じでした。見た目はすごくね、アウトドアっぽくていいんですが、ちょっとね、やっぱり差が出たかなという感じがします。で、最後にこちらのクーラーボックスですが、よいしょ、これもクーラーボックスとしての機能はあるけども、これはまだ生きてますね。こんだけ生きてた。よいしょ。これもちょっと生きてますね。これはですね、結構生きてます。生きてるんだけども、なんて言ったらこういう冷たいもので氷を抑え込んでたような感じなので、冷たいものの下に氷を置くことによって、まあ、冷気が逃げなかったということなんだと思います。そしてね、氷の量が多かったというのもあるでしょうね、きっと。よいしょ。クーラーボックスのですね、重要な要素の一つに、排水性、手入れの良さですよね。この辺があると思いますので、水を抜いてですね、排水性を見てみようと思います。
ということでですね、かなり長い間実験をしましたけれども、何日かかったんだろう。もうやりたくないような実験ですね、これは。4日か5日ぐらいかかりましたけども、まあ、蓋をね、あまり開けてないっていうのはあるんですけれども、思った以上にですね、氷が長持ちしました。まあ、クーラーボックスのですね、色だったりデザインだったりとか、いろんなところでね、選ぶ基準はあると思うんですけれども、単純にですね、冷却性能、冷却維持性能っていうのかな、なんかそういったところで考えると、今回実験した結果ですね、やっぱりですね、思った通りに釣り具メーカーが一番優れてるんじゃないかなという感じを受けました。クーラーボックス自体がですね、熱を持ちにくかったりとか、頻繁に開けたりすることを考えた上での、開け方の工夫だったりとかですね、あと排水性、そういったことを考慮するとですね、まあ、こういった釣り具メーカーのデザイン、僕らみたいなですね、キャンプをする人にとっては、こういった釣り具メーカー独特のデザインっていうのはなかなかですね、ちょっと映えないとか、もうちょっとかっこいいものが欲しいとかですね、思ってしまいそうなんですが、そういったところに目をつぶればですね、やっぱりダントツの性能なんだと思います。まあ、これとかもね、きっと座れる、多分座れるな、これは座れるんだけど、クーラーボックス自体の重さだったりとか、そういったことを考えるとね、まあ、これぐらいの大きさが手軽でいいのかなという感じがします。あんまりね、大きすぎるとね、クーラーボックス自体の重さプラス飲み物とかいろんなものを入れた重さがかかってきますんで、車からのね、荷物の上げ下げっていうのがかなり大変じゃないかなと思います。でもね、このクーラーボックスはね、かなり頑張ったと思います。順位をつけるんであれば1番、2番、3番というような感じでしたので、まあ、これからですね、季節がどんどん涼しくなっていって、まあ、最終的に寒くなっていくわけですけども、クーラーボックス選びのね、基準の一つとして、この動画が何かお役に立てれば幸いです。このね、クーラーボックスの実験というのは一度はやってみたかったことなので、今回ですね、このクーラーボックスを貸してくださった皆さん、本当にありがとうございました。ということで、今回は3つのクーラーボックスの中に氷を入れてみて、どれぐらい冷却性能が持つのかっていうのを実験してみました。それでは